寒いよ、お父ちゃん。寒いね。懐が寒いよ。懐も寒いし。はい、というわけでお送りしております。くんごぼんごの後動画。今週もくんごぼんごお聞きいただきまして誠にありがとうございました。なんで寒い寒いってやりたかったの？え？ FM 作代ら経費削減で暖房止められちゃっても電気代払えよって話。電気ついてる。言ってること全然わからないっす。わからないっす。熱ああ今週もくんごぼんごを聞いていただきまして誠にありがとうございました。毎月第2週はダディ小島、ダディ小島の犬猫言いたい放題という過去借りというコーナー名が定まらないままそのまま突っ走ってきているわけでございますけれども、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。またあの命の母への売り上げに貢献するというとんでもないことを、ね、これだけ小林製薬さんの商品名連呼したらFM 作材のスポンサー料だと1億円分ぐらいなの。おーすごいね。おーすごい、ね、お願いします。小林製薬よろしくお願いいたします。くんごぼんご宛てによろしくお願い。あのあごめん FM 作材らに直接連絡すると、うん、俺の取り分がないから、うん、俺に連絡ください。違う定成くんごに直接連絡すると俺の取り分がないから、うん、俺に連絡ください。小林製薬さんお願いします。最近ナナミすごい冷ややかないで見るよね俺。そうそうそうだね。まあね。本日はいつも以上にお行儀悪くお送りしたくんごぼんごでございました。いかがおす、いかがお過ごしでしょうか。僕たちは元気です。元気です。そんなわけで、今日はね、番組内で結構頑張って読んだので、メール読み切りました。皆さん、メール、ありがとうございました。ありがとうございます。読み切れなかったメールは一通でございます。っていうか、後動画用でございます。今日は、裏あれが来てないんだよ。あ本家本家が。うん。なんで、いつ紹介したいと思います。ラジオネーム。ラジオネーム。ダークネス月光。師匠。ダディ。ナーナーミン。そして配下達よ。こんばんは、月光です。今日のテーマ、ナンセンス。先週4月1日のテーマ小さな嘘を普通と言い師匠からうっせえと罵倒されました。ナンセンスなんて考えても浮かばないのに適当にラップしてください。おい本当だ。今日のテーマはナンセンス。中国家電はハイセンス、トヨタのバンはハイエース、綺麗な花だよ、ヒアシンソイエー。あれパパ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 ってやった方がいいの？そうだね。マスクしてるから多分酸欠で死ぬ。シベフラワーに綺麗な花が並びます。よイエー。まだまだ行くエブリバディ。勇気と月光、ダークネスネタを書くとき。ロンリーネス？ロンリーネス。読めなかった。俺ほら、遠いから読める。ああ、そういうことか。ネタを読まれてハピネス、さらされ笑われシックネス、オイエー、書けば書くほど病的になります、ヨーイエー。まだあるぜ、最後に言ってみよう。木曜8時はクンゴボンゴ、金曜8時はドライブゴー、土曜の8時はお食事ゴー、日曜8時はお薬ゴー、イエーイ。薬をたくさん週の初めに向けてお薬飲んで体調を整えますよ。消防以上です。これさちょっと無理。いや面白いけどこれ俺頑張んなきゃいけなかったやつじゃん。これていうかやっぱほらいつも初見だからそうだよね。こういうのはちょっと練習しとかないしないと無理だよね。うん、まあまあ、でもまあ、でも、いいです、いいです。思い浮かんだものを、無理難題も含めて送ってくれるダークネス月光。これが素晴らしいと思います。ありがとうございます。です。富山湾の新鮮な魚もお待ちしてます。
最高です、ありがとうございます、メールを回して、メールじゃないや、ツイッター回していただいた皆様、ありがとうございました。脱色ピエロさん、ありがとう。脱色くんごさん、伊達さん、お疲れさんでした。ボンバイエーボンバイボンバイエー三浦海賀さん、ありがとうございました。しべちゃん、ありがとうね。命の母へ私の状況あれかな、機嫌損ねたかな、大丈夫大丈夫じゃない、大丈夫、チャカチャカちゃん、ありがとうございます、さすがだ、ありがとうございます、ね、ファンファライダー2号、ありがとうございます。奄美の黒うさぎ、ありがとうございます。青いな駅の女さん、ありがとうございます。ダビデさん、ありがとうございます。そんなわけで皆様の、あれこれだ、メールは月光ありがとうございます。日光ありがとうございます。ファンファンさん、ありがとうございます。コージーさん、コージーウェックルさん、ありがとうございます。カンパチレーサーさん、ありがとうございます。というわけで、皆様の支えがあってこの番組は成り立っております。今後とも何卒よろしくお願いいたします。ダディは思い残すことはもうないかい？あのくれぐれも青いナイキの女さん、あ、はいはい、芝居の、無理しないで、うん、無理しないで、もうあの事故起こすぐらいなら無理しない方がいいんでね、うんうんうん、そうだよね、そうだ、あと、うん、意外とあの知られてないんですけど、うん、自動車保険の特約で、うん、損害賠償特約みたいなのあるから、それね、犬が、自分の犬が他の人噛んじゃったとかっつっても使えるから、うんうんうん、なるほど、うん、それ入っといた方がね、うんうん、犬飼ってる人は自動車保険あるなら、うんうん、特約で1000円プラスぐらいなるほどねかな、うんうん、そう、青柳の女さんの、ご相談は、芝系のミックス買ってるんだけど、うん、大好きな友達はあんこには愛想がいいんだけど、初対面や同じ犬種のあんこに限りなく厳しい態度で吠えまくり、散歩の時など困ってしまいますっていう、うん、だってほらこれ年末年始に芝に噛まれた後だもん、そうか、ほら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 、こうこうこう、うわ、ね、こうなってるでしょちゃんと、本当だ、でほら、うん、俺らは噛まれるの慣れてるから、うんうんうん、この程度で済むんだけど、うんうんうん、噛まれ慣れてない人って無理にこう引っ張ったりなんだりすると、そうだよね、あのダックスチワワサイズでも、うんうん、人間の小指ぐらいなら噛みちぎるぐらいの能力あるから、うん、そうそう、あの気をつけてください、そうだね、うん、本当だね、そうそう、まあそんなわけで、また来月、はい、新たなネタを用意できるのでしょうか、もう切れたいやだって歌っちゃいけないっつったらネタなくなっちゃうよ、そうだよね、そうよ、あのさ、今日命の母 A のためのネタが猪木ボンバイエ、猪木ボンバイエ、あれ猪木ボンバイエは正式にはもともとアリボンバイエ、そう、炎のファイターアントニオ猪木のテーマ、うん、はい、というのでアルバムになっています、うん、でアーティスト名はアントニオ猪木とザ・ファイターズでございます、あ、1977年リリース、青山少年合唱団じゃないんだ、違うんだねアントニオ猪木とザ・ファイターズ、そうそうそう、でこれ誰がベースや、ベースがとにかく土地狂って面白いのよ、うん、すごい耳に入ってくるわけ、うん、ミュージシャン的には、俺的には、うん、なんで調べたんだけどベース誰だか結局分かんなかった、うん、だからそれで聞いて面白いからちょっとマス、なんだプロトゥールズという機械を立ち上げて音源を入れて、うん、でマスタリングも自分でやったのよ、うん、でベースの音圧重く仕上げてマスタリングしたんで、うん、自分で聞いても楽しいようにっていうまあそんなことあれでもヒゲダンスのベーシストの人もすごくない、あすごいよね、あれは元曲があって、うん、ああそうやってもすぐ出てこないのね、おっさんだからね、おっさんだからね、おっさんだからね、気持ち悪いな、気持ち悪いな、つないでつないでて、つないでつないでて、パン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 ドゥーミーや誰の曲だったっけ、はあ、あった、テディ・ペンダグラスが1979年に発売したアルバムテディに収録されているドゥーミーのベースラインを高嶋昭彦が一部だけ抜き取りアレンジし直した BGM を作成し、ヒゲのテーマになったと、
うん、高島によるとソウルツの志村がドゥーミーのレコードを持ってきてこれと似たような BGM できないかなと言った。あ、原曲であるドゥーミーはヒゲダンスの流行とともに日本独自にシングルカットされ CBS ソニーより発売されたということでございます。ほう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 、というわけで、はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、お釈迦様はネパール人、お釈迦様は今日が4月の8日が誕生日とネパール人でございます。何の日って言ったっけ、お釈迦様の誕生日。知らない。は、花キューピッド、花電車、花祭り、花祭り、いろいろ出てきます。やべ、お花のご用命はスタジオシーエマでシベフラーまでお願いいたします。マスクのまま、また来週さよなら。